ユタジャズ。ユタジャズ。ユタジャズは、アメリカ合衆国ユタ州ソルトレイクシティに本拠を置く、全米プロバスケットボール協会のチーム。チーム名は、ジャズの都であるニューオーリンズに、本拠地があった時に名付けられた。ジャズは、ルイジアナ州ニューオーリンズで1974年、創設された。ピート・メラビッチ、ピストル、ピートの加入してさえも、コートの中でも、 財政的にも成功とは言えなかった。5シーズン負け越した後、1979年ユタ州、ソルトレークシティに移転する。ソルトレークシティにはジャズの文化がなかったが、チームの名称はジャズのままであった。ただし大きな湖、グレートソルトレークを持つことから、ロサンゼルスレイカーズ、ミネアポリスレイカーズ、ミネソタ州には湖が多かったと。 チーム名を交換しようかという話もあった。1979から80シーズンを前に、レイカーズからエイドリアンダントリーを獲得。その年メラビッチは放出された。1980年には、ドラフトの全体2位で、ダレル・グリフィスを獲得。1980から81シーズンから、フランク・レーデンがヘッドコーチとなる。そして1982年のドラフトで全体4位で、 マーク・イートンを指名した。彼ら4人の加入が将来へとつながる目となった。1983年のドラフト全体1位でサール・ベイリーを獲得。彼らの活躍でチーム創設以来初めて勝ち越し、プレーオフに進出した。その後20年連続プレーオフの常連となる。プレーオフでは2回戦まで進んでフェニックス・サンズに敗れた。1984年にジョン・ストックトンを そして1985年にカール・マローンを獲得した。ストックトンとマローンはピックロールというプレーで大成功を収めた。1988から89シーズンの途中、フランク・レーデンは辞任して、ジェリー・スローンがヘッドコーチに昇格した。スローンはチームを初めて50勝以上させて、51から31でシーズンを終え、ミッドウェスト・ディビジョン優勝を果たした。しかし、 プレイオフでは1回戦でゴールデンステートウォリアーズに敗れた。1990から91シーズン前に3チーム間のトレードでジェフ・マローンを獲得し、カンファレンス準決勝に進出したチームは翌シーズン、現在の本拠地デルタセンター、ゲンビビントスマートホームアリーナに移る。1992年のプレイオフは、念願のカンファレンス決勝まで進出するが、 ポートランドトレールブレイザーズに2から4で敗れた。カール・マローンとストックトンはバルセロナオリンピックの初代ドリームチームに選ばれ、1994年にはジェフ・マローンと交換でジェフ・ホーナセックを獲得したが、チームはなかなか NBA ファイナルまで進出することが出なかった。1996から97シーズン、チームはフランチャイズ記録の64勝18敗をマークし、 マローンはシーズン MVP を受賞した。ジャズはプレーオフを勝ち抜き、ついに NBA ファイナルに進出。悲願の優勝に挑戦することになった。対戦相手となるシカゴブルズはこの年5度目の優勝を狙っていた。ジャズはシカゴで行われた第一戦をマイケル・ジョーダンのブザービーカーで失い、続く2戦目にも敗れた。ホームのユタでは2連勝したものの、5戦目は 上段のパフォーマンスもあって2点で落としてしまう。シカゴに戻った6戦目もジャズは物にできず、チームは優勝を逃してしまう。翌1997から98シーズン、ジャズの成績は62勝20敗で、ブルズと同率1位。しかしレギュラーシーズン中両チームの対戦成績は、ジャズの2勝0敗でプレーオフを通して、 ジャズがホームコートアドバンテージを持つことになった。ジャズはこのシーズンも NBA ファイナルに進出し、再び優勝を狙うが、ジョーダンとブルズの前に悲願は果たせなかった。ロックアウトで短縮された翌1998から99シーズン、マローンは2度目の MVP を獲得する。ジャズはサンアントニオスパーズと同率の37勝13敗でリーグ首位となった。 しかしプレイオフでは、ポートランドトレイルブレイザーズに敗れ、優勝を逃してしまう。1999から2000シーズン以降の3年間は、ロサンゼルスレイカーズの時代となった。2000年に、ホーナセックは引退し、ジャズのファイナル進出はならず、すでに30代後半になっていた、マローンの個人成績も徐々に低下していった。2003年に、ストックトンが引退すると、 マローンは優勝できるチームを求めレイカーズに移籍した。二人の対談後は、2001年に入団したアンドレイ・キリレンコ、2004年にトレードで獲得したカルロス・ブーザーらが、チームの中心選手となっているが、勝率は5割前後、2004から05シーズンには30勝を、下回り、3シーズンにわたり、プレイオフ出場を逃している。その大きな原因に、 ストックトンに代わる PG がいないことだった。2006から07シーズン、スローン HC は2年目のデロン・ウィリアムズを PG に起用した。これが終わったりし、ブーザーとウィリアムズの2人は、新しい、ストックトン・マローンとも言われるようにな。51勝31敗で、ディビジョン1位となり、プレーオフに進んだが、このシーズンでチャンピオンとなった。 サンアントニオスパーズにカンファレンスファイナルで敗れている。ウィリアムスはアシストランキング3位でシーズンを終えた。しかし、その分キリレンコが活躍できなくなり、不満をぶつけているため、問題点を残した。2007から08シーズンも好調は続き、ディビジョン1位を連続で獲得したが、プレーオフはセカンドラウンドでロサンゼルスレイカーズに敗れた。2008から09シーズンは、 プレーオフ常連となっていってはいたが、このシーズンは、ファーストラウンドで敗退し、ピークを過ぎ交代している状況に入っていった。2010から11シーズンは、カルロス・ブーザーが FA に伴い、シカゴ・ブルズに移籍し、代わって FA のラジャベルを獲得、アルジェファーソンを、ミネソタ・ティン・バーウルブズからトレードで獲得、ゴードン・ヘイワードを2010年の NBA ドラフトで9位指名で獲得し、 メインプレイヤーが大きく変わった。さらにジャズを長年にわたって指揮してきた、ジェリー・スローンヘッドコーチとデロン・イリアムスが、ハーフタイム中に口論するなど確執が強まり、監督が突然辞任した要因になったとも報じられ、チームは低迷期へと逆戻りしていった。2011年2月23日、ジャズがウィリアムスとの高額な契約を結ぶのは困難と、 判断し、ニュージャージーネッツにトレードで放出した、ジャズは引き換えに、デビン・ハリス、デリック・フェイバーズの二人の選手と、2011年2012年のドラフト一巡目指名権、さらに300万ドルを獲得した。シーズン途中で、ヘッドコーチと主力選手が変わったことで、負け越し4年続いていた、プレーオフも逃した。2011から12シーズンは、ダイロン・コービンのもと、 ハえ抜き選手で着実に成長を続けてきたポールミルサップとアルジェファーソンの安定感もありプレーオフに進むことができたがファーストラウンドでスパーズにスイープされシーズンを終えた2012から13シーズンは勝ち越すことはできたが競合の多いウェスタンでプレーオフ最終スポットを求め終盤戦まで粘ったもののレイカーズに振り切られ9位に終わった2013から14シーズンは ボールミルサップ、アルジェファーソンの FA に伴い、大金を投じての引き止めはできず、主力二人を同時に失う中で、補強は、リチャード・ジェファーソン獲得などにとどまり、25勝57敗と、大きく負け越し、シーズンを終えた。2014から15シーズンは、ヘッドコーチに、クイーン・スナイダーを招聘し、巻き返しを図った。 結果的には38勝44敗で3年連続の負け越しが決まったものの平均失点はリーグ1位の94.9点を記録。またゴードン・ヘイワードやデリック・フェイバーズらが中心選手に成長しルデ・ゴベールもスターターとして一本立ちしたことで次期シーズンに期待を持たせる形となった。2015から16シーズンは リーグ屈指の守備力を武器に粘り強い戦いを繰り広げ、ダラス・マーベリックス、ヒューストン・ドケッツとプレイオフ出場枠争いを繰り広げたが、オールスターゲーム以降失速し、40勝42敗に終わり、2012年以来のプレイオフ出場はならなかった。2016から17シーズンは、ジョージ・ヒル、ジョージョンソン、ボリス・ディアウといったベテランを獲得し、 ヘイワードやフェイバーズを開幕から負傷で書くシーズンスタートとなったが11月1日の AT&T センターでのサンアントニオスパーズ戦で106から91で勝利し毎シーズンに NBA 新記録となるホームゲーム40勝を挙げたスパーズにシーズン第2戦目で黒星をつけたヘイワードは自身初の NBA オールスターゲームに出場 以降もリーグ屈指の守備力で安定した戦いを繰り広げ、2012年以来のプレイオフ出場を決め、2008年以来のノースウェストディビジョン優勝も決めた。さらに4月10日のゴールデンステートウォリアーズ戦では、敵地オラクルアリーナで105から99で勝利し、ウォリアーズにホームゲーム4敗目をつけた。5年振りの出場となった NBA プレイオフは、ファーストラウンドで、 ロサンゼルスクリッパーズを4勝3敗で下し、カンファレンスセミファイナルに進出。しかし、続くウォリアーズとの対戦は4戦全敗で終了した。2017から18シーズンは、開幕前に、チームのエースゴードン・ヘイワードが、FA により、ボストンセルティックスへ移籍し、ヘイワードの穴を埋めるように、リッキー・ルビオやヨナス・イエレブコ、2017年の、 NBA ドラフトではトレー・ライルズとのトレードで、どのン・ミッチェルを獲得した。それでも、ヘイワードの抜けた穴は大きいだろうと予想されたが、結果的にはミッチェルが4度の月間、最優秀新人賞に選出されるなど、1年目からエース級の活躍を見せた。チームは2018年1月中頃まで負けを重ねたが、2018年1月24日の、 デトロイトピストンズ戦から11連勝を記録するなど、勝ちが先行し、レギュラーシーズンは48勝34敗、カンハレンス5位でプレイオフ進出を決めた。プレイオフ1回戦では、オクラホマシティサンダーを4勝2敗で退けた。通算勝敗1、914-1、646、プレイオフ122-136、ふとし文字、電動入り選手、 優勝時に在籍した選手、在籍時に MVP を獲得した選手、偉大な50人1970年代、1980年代、1990年代、2000年代、2010年代、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。